Welcome back to our channel. This is How Much Is Your Outfit in Tokyo. In this video, we are showing what are people wearing, what current hype trends are popping in Tokyo. Let's get started. ひなさん、お仕事は何されてる方ですか？ダンサーをしてます。ひなさんもダンサーさんなんですね、はい、ありがとうございます。今日身につけてるもの、上から下までブランドと買った時のお値段教えてください。これがビアバンダのお洋服で、はい、2万7000円ぐらいです。このスカートと靴はシーンで、スカートは2000円ぐらい、靴も2000円しないぐらいで、ね、かわいいですね。でも、はい、シーンってやっぱなんか可愛いっすよね、普通に。選べば選べば、はい、いいものがたくさんあると。バッグはマーク・ジェイコブスのバッグです、うん、いくらぐらいですか？これは7万ぐらいのバッグです。いいですね、ありがとうございます、はい、普段どの辺でお買い物されますか？普段はこの原宿でも買いますし、うん、結構ネットだけのブランドって多いじゃないですか。多いですね。店舗持ってないところで買ったりもよくします、うん、なるほど。好きなブランド聞いてもいいですか？はい、このビアバンダが大好きです。お、他にもじゃあたくさん持ってるんですか？はい。おー、いいですね。シーズンごとに買ってます。あ、シーズンごとに、はい、へえ、そうなんだ。毎月だいたいどれぐらいお洋服にお金使います？そうですね、月によりますけど、うん、2万から5万ぐらい買う時もあれば、うん、また買わない月ももちろんあります。なるほどなるほど。普段なんかファッションのこう参考にしているものとかってありますか？海外のドラマ、結構90年代とかのドラマとか好きなので、海外のドラマとか参考にしてます。なるほど。好きなドラマ教えてもらってもいいですか？でも全然ファッションじゃないんですけど、それは、うん、バーレスクっていう海外のドラマ、映画が好きです、うんうんうん、雰囲気とか。はい、そうですね、うん、いいですよね。日本のなんかこういうところが好きだなみたいなと教えてもらってもいいですか？ディズニーが好きです。ディズニーが好きいいですね、東京ディズニーランド、はい、いいですね。ありがとうございます。最後こうカメラに向かって手振ってもらっていいですか？はい、ありがとうございました。メグです。メグさん、お仕事何されてる方ですか？主婦です。あ、主婦こんなおしゃれな主婦います？主婦です。え、そうなんだ、ありがとうございます。じゃあメグさん、今日は上から下まで身につけてるもの、はい、ブランドと買った時のお値段教えてもらってもいいですか？はい、服は全部シーンで、はい、これが多分2、300円ぐらいで、はい、シーンですか？いや、これね、アリエクスプレスっていう、はい、うんうんうん、でこれも多分500円ぐらいで、500円で、これも多分3000円とか、あとスニーカーとバッグはバリダス、バッグからいくらぐらいか聞いてもいいですか？これはいくらだったっけ、覚えてないけど1万いかないぐらいかな。スニーカーも見てもいいですか？セールで買った、はい、多分これも3、4000円ぐらいでセールになってる。すごい、ファッションおしゃれに、はい、なんかそんなになんかお金って本当はいらないのかもなって。値段関係なく、うん、好きだったら高くても安くても、うん、なるほど、いいですね、素敵です。好きなブランドとかありますか？好きなブランド、まあ今この格好で言うのもあれですけど、まあ、マルジェラとか本当はマルジェラが好きな冬とかだとやっぱコートとかは高いの、うん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 、レトロとかそういうのは持ってるんだけど、なるほど。もう汗かいちゃうし。じゃあ夏と冬でいいんで、それぞれ毎月いくらぐらいお洋服にお金使うかって教えてもらってもいいですか？夏はそんなに 1,、はい、1、2万ぐらい毎月、うん、そのぐらいで、冬は、はい、結構コートとか買っちゃうと割といい値段、何十万みたいな世界ですよね。時も平均すると大体冬はどれぐらいですか？でも平均しても2、3、まあ、5ぐらいかな。もうちょい行ってそうっすよね。なんか行くときにバンジーちゃう。ああ、なるほどなるほど。今は、うん、安いのか。なるほどですね。じゃあ最後に、じゃあメグさんが思う日本のいいところ。人に気が使える。ああ、人間性。なるほどなるほど。優しいし。ああ、いいですよね。丁寧でいいと思います。ありがとうございます。じゃあ最後、なんかカメラに向かって手振ってもらってもいいですか？ありがとうございます。バッチリです。達也です。あゆかです。二人今、一人あ、そうです。今日お休みで。休みです。お
サクサ生き物でと。そうですね。めちゃくちゃいいですね。全人類が憧れるやつ。でも多分なんか着物レンタルされてると思うんですけど、はい、そのポイントというか、なんかこの辺がかっこいい、かわいいみたいな、なんかお気に入りポイントってありますか？2人とも緑が好きなんで、はいはいはい、それで合わせてるような。あ、確かに。帯とかも自分で選んだんですか？そうです、そうです。めちゃくちゃかわいい。ありがとうございます。ファッションは好きですか？普通ぐらい。普通ぐらい。好きですね。じゃあ結構今回レンタルしたその着物もこだわりがある感じですか？そうですね。私が予約して、付き合ってくれた感じで。いいっすね。そうですね。海外の人に向けてメッセージとかありますか？海外の人に。日本ってこんなとこだよとか。やっぱ人柄的にみんな優しいと思うので、なんか写真撮ってくださいとか、わかんないことあったら、多分すぐ答えてくれると思うんで、どんどん話しかけてください。はい、その着物のレンタル屋さんの人とかもすごい優しくて、迷ってたら教えてくれたりするので、すごい安心していろいろ質問すると過ごしやすいと思います。なるほど、ありがとうございます。バッチリです。ありがとうございます。美香子さん、ありがとうございます。じゃあ美香子さん、お仕事は何されてる人ですか？アパレル販売員の方ですか？はい。あ、なるほど。働いてるのこの辺？渋谷で。あ、渋谷で OK です。ありがとうございます。お店の名前とかは言え？あ、大丈夫。あ、マジですか？どこですか？チップスエニーっていうところで働いてるんですよ。今日はお休みですか？お休みです。ありがとうございます。じゃあ今日上から身につけてるもの、上から下までアクセサリー含めてブランドと値段教えてもらってもいいですか？はい。サングラスが7、はい、3000円ちょっとぐらいで、それが古着で買った LLB なので、これ2000円くらいです。これもザラでセールで3000円ちょっとで買いました。で、靴がダニーで3万円くらいだったと。ああ、なるほど。ありがとうございます。かわいいですね。ありがとうございます。アクセサリーも聞いていいですか？アクセサリーはこれ全部おばあちゃんから。全部？全部。おばあちゃんから譲り受けたもの。はい。あ、すごい素敵ですね。はい、結構女性の方いらっしゃいますよね。おばあちゃんとかお母さんからみたいな。まあ、いいですね。ありがとうございます。普段どの辺で買い物されますか？ああ、渋谷、新宿、原宿。おすすめのお店とかあります？まあ、じゃあシップセニーで。来てくださいと。はい。OK です。普段はだいたいこう店に立ってるんですか？そうです。なるほど。ありがとうございます。じゃあこれ見てる方、会いたかったらぜひ行ってください。はい。じゃあ最後、海外の人に向けて、まあ、日本ってこんなところだよみたいな、なんか日本のおすすめポイントを教えてもらっていいですか？圧倒的にご飯が美味しい。 おすすめのご飯屋さんとかあります？中目黒にある牛タン屋さん、名前ちょっと忘れちゃった。中目の牛タン屋っすね。はい、OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。リキです。リキさん。はい。ユキさん。リキさんとユキさん。ありがとうございます。リキさんはお仕事何されてる方ですか？学生で。あ、そうなんだ。はい、大学生ですか？服飾の専門学校に通ってます。ああ、ちなみに、あれですか、文化。あ、文化です。あ、やっぱそうなんですね。はい。ユキさんは？私も。あ、なるほど。結構、出てきてくれてます。お友達ともいると思います。本当ですか？ありがとうございます。じゃあリキさん、上から下まで今日身につけてるものはアクセサリー含めてブランドと値段を教えてもらえたらと思います。トップスが渋谷の古着で買った T シャツなんですけど、このバンドがちょっと好きで買って、まあでも大体これは8000円ぐらいでした。で、ボトムがトリップニューヨークシティっていうやつで、これは大体1万円なんですけど、本当はロングの普通の長い丈だったんですけど、ここのファスナーで調節できるので、うんうんうん、ファスナーで短パンで今履いてます。なるほど。で、靴がメゾンスペシャルのなんかどっかとのコラボのやつで2万5000円ぐらいでした、ね、ぐらいで。ありがとうございます。アクセサリー類も聞いていいですか？アクセサリーがリングがピーター・ドゥのリングで、はい、まあ2万円ぐらいでしたか、ね。うん、ネックレスは？ネックレスは留学してて、マレーシア留学してたんですけど、その時に買った、多分日本円で大体80円ぐらいでした。安っ。はい、ぐらいです。お買い得ですね。でもかっこいい。ありがとうございます。はい、じゃあ、ゆきさん。はい、お願いします。はい、同じような流れで。 T シャツがフリマで買ったやつで1000円ぐらいのやつで、
で、ワンピースがギャルソン？トリコかな。でもこれも古着で6000円ぐらいだったやつです、うん、で、まあ、靴がマーチンで3万ぐらいかな、でした。マーチンは新品で買ったんですか？いや、新品で買いました。いいですね、かっこいいですね。バッグ聞いてもいいですか？バッグめっちゃお気に入りで、これ、はい、これなんか渋谷パルコのなんかポップアップでやってて、手と手っていうなんかやつで、うん、なんかオールドハニーかなんかの生地とコラボして、うーん、多分やってるやつで、めっちゃかわいい。かわいいですね。お気に入りです。お気に入り。ちなみにいくらぐらいですか、カトル？これは2万ぐらい。2万ぐらいでした。ありがとうございます。2人は将来何になるんですか？お仕事的には衣装作る、縫製とかやる人やりたい、うん、いいですね。自分はデザイナーになりたいです。自分でこうブランドを作る？そうですね、将来的にはブランド立ち上げて作りたいです、はい、いいですね。めちゃくちゃいいインタビュー撮れました。ありがとうございます。川口洋二です。洋二さん、お仕事何されてる人ですか？就職で調理の専門学校出て、今都内のホテルで働いてます。あ、お料理を作る人？そうですね、はい、調理学校を出て今働いてます。あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます。洋二さん、今日身につけてらっしゃるもの、上から下まで、はい、ブランドとお値段聞いてもいいでしょうか？はい、これがジャンボルト1円、買った時の値段はネットで多分3万円ぐらいですね。で、この T シャツなんですけど、これはジュンヤで、これも多分3万円いかないぐらいです。で、下のパンツはこれギャルソンのパンツなんですけど、これは2万5千円ぐらいですね。で、シューズはこれボッテガのラグブーツで、これもネットで買ったんで10万円いかないぐらいですね。かっこいい、めっちゃ。ありがとうございます。あれだ、バッグはどこなんですか？これバッグはギャルソンなんですけど、ちょっと小さいバッグ欲しかったんで、ちょっと可愛いなと思って、これも、これ1万5000円ぐらいですね。ありがとうございます。アクセサリーも聞いていいですか？はい、アクセサリー、これはユーズドで買ったんで、これ多分4000円とか3000円ぐらいだったと思います。うんうん、指輪とかは、はい、この小指のやつが、ゴルチエで、これも1万5000円ぐらい。で、こっちはビビアンで、これも9000円ぐらいですかね。これもビビアンで多分買ったと思います。口とか耳は？これは全部ノーブランドです。ああ、そうなんです。ありがとうございます。じゃあ最後、なんか海外の人に向けて、はい、なんか日本のこういうところがいいよとか、この辺の、まあ、好きなところがいいところみたいな、聞いてもいいですか？やっぱり東京って歩いてるだけで、まあ、いろんなおしゃれな人とかたくさんいるし、本当に買い物とかしなくても見てるだけで勉強になったりとか、ためになることがたくさんあるなって本当に思うんで、東京、まあ、特に原宿が好きなんで自分は、まあ、歩いてるだけでも楽しめるんで、ぜひ来てください。Okay.